はい、じゃあ引き続き俺が先方でいいのかな。あ、いいんじゃない、そうしよう。じゃあ次行ってみようか。次そこらでも話したディップインザプールの、うんうん、あのニュープロジェクトのやつですね。両手を高く上げて知らない言葉で歌う、息が切れるまで力を使い果たす、両手を合わせて空に乗らないでよ、君のその力で世界を救ってよ。みやこ講座、ちょっと高田さんのプロジェクトってなってる、一応なってるんだよ、ね、でもあれじゃん、心臓の扉、あの心臓の扉、心臓の扉、あのマライア、マライアのね、そう、この間大貫、僕がさっき買った大貫妙子さんのカバーをやったっていう、好きな女性ライ、うん、好きな女性シンガーが好きな女性シンガーのカバーをやるっていう、うん、ご飯が二度おいしいやつをやってくれた第2弾で、今回マライアの曲をカバーする。これも無限にかけていきたいね。この「あの歌方の日々」ってあれば、マライアっていうあの清水康之っていうサックスのサックス奏者だけど、もはやサックスっていうか、すごいもう FM 音源の神様が神様だよ、ね、神様のシーズンレコードを買ってないの今、ブラジルの神様、これ練習やったね、作曲の神様、神様プロビートの神様、シティポップの神様、シティポップの神様、神様ですけど、神様レコード、はい、清水康之さんが昔やったマライアっていうバンドの歌方の日々っていう、あの鬼レア音源が、神様アルバムが、神様は神様をカバーしてらっしゃる、このアルバムちょうど俺誕生日8月だったんですけど、この歌方の日々のアナログを自分で誕生日プレゼントに買って、便乗すごい便乗で、ぜひなんか、そう、これぜひ皆さん12インチまだ多分手に入ると思うので、うん、ぜひチェックしてみてください。すごいいいです。なんかこのカバーしたやつも結構オリジナルに急に、うん、なんか、うんうん、コピーなんじゃないかなぐらいな、確かカバーあるわいっていう、そうだね、君のあの大竹石コンピ並みにカンコピなんじゃないかっていう、カンコピー、はい、そうです。ここのミオクさん、ディップインザプールもね、ライブたまにやってるから見たいんだよね。行きたいんだよね。これで行き逃してね。7月にやったんだよね。そう。ちょっとやってくれるといい。ちょっとやってくれると嬉しいなと思ってます。ぜひ、うん。これはもう今日 Z セット連れてってくれるっていうので、在庫検索してほしいやつを。ちゃんと検索してほしい。調べて。えらいね。あった。ね、ジョアン・ビビロニの、あの、これ普通、なんか、まあ、あの、文脈を、聞かずに、とりあえず音だけ聞いてくれって言うと、それはまあ、救助かもしれないんですけど、ただこいつがすごいのは、これも見てもらうと、ケビン・エアーズ、ソフトマシン、来た、ハリー・コリエル、ウォーター・スロープ、そしてジョン・ケージとの共演、すごいよね、この人。ケビン・エアーズ、ハリー・コリエル、ジョン・ケージと共演してる、ダーリスとかフュージョンやってる、フュージョンに行くよね、それそれはフュージョンに行くわ、フュージョンに行くよ、フュージョンやってる、フュージョンだから、フュージョンしてもちょっとだから、ただのフュージョンとは全然ちょっと一味も二味も違います、違うというのをここに伝えたいんですけど、でも出してるのがミュージックプログラムでもいいかも、こういう人、そうだよね、それだけでご飯行けますね、行けます、これはずっと探してて、なんか5000円ぐらいになっても買おうかなとか思ってたやつが、まだ新品であったんで、僕は買います。いいですな、はい、これはちょっともいいですな、嬉しい、あとは、ごめん、重複しちゃうんだけどいい、あ、どうぞ、おさらいおさらい、松崎修太さんを今日は僕は買っていこうと思います。過去回をほじくり返して、ちょっとぜひ見てください、このエレクトロアンビエント、まあ、イレイズテープスの特集も今度やりたいね、ニルス・フラムとかあの辺の、うん、あいつすっげえスタジオ建てたらしくて、これ写真撮りにニューヨーク行ったじゃない、うん、でちょうどボーミー・ベールがドイツでフェスやってて、うん、そこであの僕らのファーストやってたジョンがさ、手伝ってて、でちょうど帰ってきたから飯食おうぜみたいになって飯食ったら、うん、ニルス・フラムのスタジオ行ったけどマジヤバいみたいな、超でかいみたいな話をしてて、その話をまたしたよいよいしたいと思います、っていうそれを含めてちょっとベルリン興味ありです、はい、みんな買ってね。
星田さん、今日のお買い物お待ちしてます、ぜひどこバカバカの、はい、はい、こんな感じ、あれもうちょっとある、あとデストロイヤー来た、そうだよ、言わせてくれよ、この話をしようとしてたんだ、で、まあパッと見て曲しいなって思ったのがデストロイヤーのサード、デストロイヤーって距離が意外と長いな、かなり長いと思う、もともと CCM クリスチャンコンテンポラリーミュージック畑から出てきたデストロイヤーさんですが、デストロイヤーやピッチフォークでも揺るがす、揺るがす、そうだね、あの数字を揺るがして揺るがす、かなりアップダウンですね、カナディアンシンガーソングライターの名車ですが、これ全然聞いたことなかったんだけど、サード聞いたことある、サードは実はあんまり、あんまりよね、これはミジも聞いたことなくって、ここから最近の作風に近づいたらしい、これはまだ聞いたことないですが、これはちょっと気になるなっていう、で、僕はあ、マージレコードね、ちょっと再発音で見てるんですけど、あ、再発音で、なんかオリジナル高いって書いてあるよ、ここに、あ、そういうことだね、そういうことだね、道理でらしいです、やばい、気になる、ボイスライオン、テレキャスター&サムファズってトライね、これ知ってるもんね、なんかこういうところを俺すごい共感の声、エピフォン、イーボー、ディレイズ&ペダルズ、フェイズ、フェイズ、あ、フェイズか、フェイズか、フェイザーね、ペダルに見える、オールオブ IHOJ の何か分からない、でインターフェースホーミングオペレーションなんだ分かんない、適当適当適当、ピアノキーピアノの雑だよね、ピアノキーボードどのプロプロチューズ、何だろう、プロツールズって調べたから、その音も、ね、俺らの理解が足りてないだけだと思うプロテウス、プロテウス、プロテウスか、シンセス、プロテウス、キーボードに含まれガチャガチャガチャ、このクレジット、あ、ボールオーバー、でもこの曲に対して全部やったよっていうことで彼は、なるほど、デストロイヤーで、この間あれだね、一緒にスタジオ入って、うん、デストロイヤーみたいな曲2曲できた、無限に作れる、無限に作れるデストロイヤーみたいな、5秒で、3秒で、2秒で作れる、次はもうデストロイヤーみたいなアルバムを送ってください、次は本当にデストロイヤーみたいにシンプルなやつ、デストロイヤーバリアリック、デストロイヤーとバリアリックいけるかな、フィンシーズンを絡めてみる、絡めてみる、一番新しいのはなんかバリアリックじゃないけどデストロイヤー結構ニューオーダーみたいな、そういうことでもあるから、確かにあれをちょっとメロにすると結構あんばいいいなって確かに思ったりしますか、ね、ただエロライトを向き合うとそこから日本語乗りづらいデストロイヤーみたいな曲があると思う、デストロイヤーむずいね、そういう話もしなきゃだね、あのいつかね、日本語ってどうしてメロディー乗りにくいんでしょうか、ポイントシーンのポイントシーンのあの話もしよう、はい、そんな感じかな、今回はデストロイヤーで締めよう、ありがとうございました、次回をお楽しみに、はい、次はどこに行って誰と出会うんでしょうか、さあ次はどこですか、次はどこにしようかね、あのいろいろ皆さんアイデアをいただいているので、そうですね、どこがいいですか、どこがいいかむしろ楽器屋行きたいな、楽器屋、楽器屋もやばいな、さあ何とか行こうよ、うん、それももう話はつけてヴィンテージ会、ヴィンテージギター会、ヴィンテージギター会引き倒す、そうだね、モニクラブを超えたいって超えたい、この店で一番高いギターを弾かせてくれよ、その本あるよねその本を知ってるよ行きつけの店に置いてある、それ、はい、あ、本当、はい、お邪魔しました、ありがとうございます、テイトの皆さんありがとうございました、また